ちなみ八景は、干拓される前の茨城県水戸市のちなみにおいて、その継承地を八景の様式に習って八つを選んだ風景評価の一つ。徳川光圀が制定したと案内されることが多い。資料によっては、ちなみ八景、ちなみ沼八景とも案内される。ちなみの図と呼ばれる、小中の柳道が景観に風雅な装いを加えた見どころの多いところであった。 そんなかつて眺められたちなみこの家系をちなみこ八景は伝えている。現代ではちなみこ八景の景色は大正期から始まった干拓と周辺の市街化によりそのほとんどが失われている。今はちなみこの環境整備に取り組んでいる市民団体がちなみこ藩の公門像近くに設置したちなみこ八景を案内する看板が八景の存在を伝えている。 ちなみこ八景に関する最も古い資料は松平敏夫の変画による常磐公園乱章寿司という1885年に出版された開楽園とその周辺の案内書である。これには水戸木湖港かつてこの湖を回りて発祥を受けるの記述とそれに続く八景の名称の列挙の記述がなされている。この記述からちなみ八景は徳川光国が定めた または定めたと推測されるとする案内が多く見受けられる。三つ国制定を案内する資料の中には、三つ国がちなみこ八景を制定した経緯として、中国の西湖の祖定を模して振動に柳を植えた。三つ国は、さらに、聖湖重景を模して、ちなみこ八景を制定した、胸の記述をしているものがある。一方、三つ国制定説に対しては、八景の一つ、 七面山や木月の七面山の故障が始まったのは、三国の死後でありゆえに、三国制定とするのは、おかしい、とする論もある。ちなみこの図、梅、戸崎、茨城時は公園乱章図市松平俊夫著ちなみこの図、竜堤、茨城時は公園乱章図市松平俊夫著ちなみこの図、藤原並木、茨城時は公園乱章図市 松平都夫町八景の一覧は以下の通りである。案内する資料により、名称の読みや景色の解釈に若干違いがある。読み、七面山の終月、七面山の終月七面山は今の快楽園の高文亭あたりにあった山である。読み、神崎寺の万象神崎寺は現在も水戸市天皇町にある寺である。かって湖面はこの寺のすぐ近くまであった。 ちなみこの南西部に浮かべた船上から神崎寺を長んだ景観と案内する資料もある。読み、梅との優勝、梅戸の優勝資料によっては、バイト石・戸崎関省と呼んでいる。かって、梅と崎と呼ばれる岬が、ちなみ湖にはあり、ちなみ大橋の市街よりの田元に見える、切り立った崖がその名残である。梅と関省はその岬あたりから見た夕日の景観とする資料と、 梅戸橋の付近から見た景観とする資料がある。現在でも、両地点付近からは、壮麗な夕日を見ることができ、かつての家計を忍ばせる。読み、下屋の基本、下屋は、旧町名の奈良や町あたりのことを指す。かつては、船着き場があった。読み、流亭のよう、流包みは、振動とも呼ばれていた。かつてのち波湖の北東に存在していた、湖中に作られた。 土手道のことで土手には柳が植えられていた。柳を植えたのは徳川光国である。読み、富士柄の西蘭吉田神社の東あたりは、かつて富士柄と呼ばれており、この地区の松並木道の際まで湖面は迫っていた。現代では埋め立てられている、かつての千波湖東側に浮かべた船上から、吉田神社及び松並家を眺めたものと案内する資料もある。読み、 やぶの落眼、ほでの落眼、仮りの落眼は、まこもの根の意味を持ち、まこもの根が絡み合い積み重なった状態を、伝とし伝落眼が示す景観は、場所は未定であるが、ちなみ子周辺の湿地帯であろうと案内する資料がある。一方、湿地帯があった場所を、下市、水戸市の大町、高野町、藤原町、日物町、江戸町、戸町七軒町、本、 通り、うちあたりは、下市と呼ばれており、現在でも、同界隈は、下市の通称で地元では通じる、の町外れとする資料もあり、現在は埋め立てられてしまっている。かってのちなみこ東側に浮かべた船上から、その町外れを望んだものと案内する資料もある。読み、緑岡の母説緑岡は、現在の水戸市三川町の五国神社、徳川ミュージアムあたりの丘陵を指す。 ちなみこの南西部に浮かべた船上から、超音波景観とする説もある。ちなみこと雪の組み合わせた景観は、徳川成明が、水戸八景の一つ、千古母説でも称えている。ありがとうございます。